今日クリスマスじゃないですか。まあ男2人でクリスマスなんていう話もなんなんだけど、ちょっとね、あのその歌が僕の中で数少ないクリスマスの歌があるんで、それを成田さんに聴いてもらいたくて、今からちょっと歌ってみますね。100センチメートルのもみの木に背が届いた年の冬、ママと二人のこのうちにあの人はやってきた。肩に積もった粉雪を払う手はその剣に、握手を知らない僕の手のひら温めてくれた。キャンドルに火をつけ食べ物が運ばれて、ママはいつもより綺麗で、それは絵本を開いたように、メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス for me。 壁に飾ったサンタクロースは授業で描いたママの顔、ヒゲはおかしいと友達に笑われたけどしょうがない。あの人はその絵を褒めて僕を抱きかかえてくれた。首に下げた鍵を取るとベッドまでゆらゆらゆらり、パジャマに着替えて靴下を確かめて、キスはとても優しくて、それはパパを思い出すくらいに、メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス for me。 窓を縁取る雪明かり、遠くで鐘の音が聞こえる。一日が眠りかけた時、一つ不思議を見つけた。それはスプーン落として潜り込んだテーブルの下、ママがあの人の手を握りしめていたこと。クリスマスが終わってもあの人が家にいて、ママがいつもより綺麗で、それが夢でありませんように、メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス for me。登録してくれた方は、登録してください。引き続きよろしくお願いします。